菅野哲夫、1948年10月22日体は、日本の政治家、衆議院議員、気仙沼市議会議員、社会民主党宮城県連代表などを務めた。ニックネームは、菅哲。宮城県気仙沼市生まれ、1969年、一の関工業高等専門学校卒業。1973年に、気仙沼市役所に就職。 1985年、気仙沼市議会議員選挙に出馬し、初当選。市議を4期務める。4期目の任期途中の2000年、自由民主党の小野寺一則の議員辞職に伴う、衆議院宮城ロック補欠選挙に、社会民主党公認で出馬するが、民主党の大石正光に敗れ落選した。同年の、第42回衆議院議員総選挙に再出馬し、 宮城6区では再度落選したが、重複立候補していた比例東北ブロックで復活し、当選。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、宮城6区で小野寺悦則に敗れ、比例復活もならず落選。2004年の第20回参議院議員通常選挙に、比例区から出馬するも、またも落選した。2005年の 第44回衆議院議員総選挙では、宮城6区で、再度小野寺に敗れたが、比例復活により4年ぶりに当選。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、宮城6区で三度小野寺に敗れ、比例復活かなわず落選。2010年の第22回参議院議員通常、選挙では、宮城県選挙区から、社会民主党公認で出馬するが落選。 2012年の第46回衆議院議員総選挙では比例単独で出馬するが落選。ありがとうございます。